みきこチャンネル。はい、こんにちは。みきこチャンネルのみきこと申します。よろしくお願いします。今日はですね、私腐女子なんですけども、その逆のゆりのアニメ、ゆりアニメを見たレビューを語らせていただこうかと思います。で、あんまりネタバレ要素はない感じで、自分の思ったことを中心にレビューさせていただこうかと思っておりますので、よかったら最後まで見ていってください。まずはですね、私青木かのんさんっていう、MTF さん、元男の子さんなのですけど、今は完全に女性の体になられている、YouTuber の方の、動画をすごく拝見させていただいておりまして、ですごい好きなんですけど、かのんさんが可愛らしい女性で、でそのかのんさんがおっしゃっていた、放浪少年、放浪少年っていうアニメがものすごく面白かったっていうのを、言っていたので、どんなものなのかっていうのがすごい気になって、で、見てみました。で、そのアニメを見た瞬間にはっって気づいたのが、あ、これそういえば自分の妹からお姉ちゃんこれ面白いよって前に勧められたアニメだって思ってあ、これかと思ったんですけど、感想、見た感想はアニメーションがとてもまず綺麗っていう、まあシンプルな感想なんですけど、でも一番最初にパッて入ってきたのがアニメーションは綺麗だなっていうことで、もう一つが、あ、青春だなって感じがしましたね。思春期特有の悩みといいますか、自分と重なるところがいっぱいあって、やっぱアニメとか漫画って感情移入する登場人物が誰かしら一人はいないと読み進められないものなんですよね。まあ、小説もそうなんですけど、そうで、まあ、自分がやっぱ一番感情移入できたのが、主人公、二人主人公なのかわからないんですけど、まあ、女性の体が嫌で、男性っぽくなりたいと思っている少女に自分は一番感情移入できました。やっぱ自分も中学の頃、あれは確か中学のこの話ですよね、中学の頃に確かにそういう感情があったなっていうのを感じながら、まあ懐かしいなっていう感じで見てました。うん、自分もやっぱりブラジャーをしなさいって言われた時に、まあああやってアニメの方ではその主人公の女の子はショックすぎてバターンって倒れてしまうんですけど、倒れるまではしなかったんですけど、私はわざわざ親にね、学校の先生がそうスポーツブラでいいのでとにかく買ってあげてつけさせてくださいって言われてしまったことがあって、でそのスポーツブラを親から入って渡された時に大号泣して、こんなのつけたくないって言って大号泣したことを思い出しました。で、そうですね、他にやっぱ見ていて思ったのは、どの子も一人一人が LGBT 当事者なんですけど、すごく理解できるところがいっぱいあって、 LGBT を知らない方々でも、フラットに見ていただける作品なんだろうなっていうのが率直な感想ですね。まあなんだろう、 LGBT であることが特別なことなんじゃないんだよっていうのを、言っているようなアニメに、こういうふうに一つの作品のアニメだったり漫画だったり小説だったりっていうのは、その先生を好きになると、作家さんを好きになると違う作品も見てみたくなるタイプなんですね。皆さんそうかもしれないんですけど、で志村貴子先生の代表作で、もう一つが青い花っていうのがあって、それは完全に、レズビアもの、ユリと言われているものですね。
なんですけど、それもやっぱ、まあちょっと一般的な家の子たちではなくてお嬢様学校に通っている子たちの話だったりとかするんですけど、で登場人物が完全にレズビアンのこと、完全にバイセクシャルのこと、ストレートのこと、かな、あと FTX、 バイセクシャルであり FTX に私は見えたんですけど、その杉本先輩っていう人が、すごく私の率直な意見だけで言わせていただくとするならば、高校生によくありがちな女子校あるあるの漫画だなって思って見ちゃいました。レズビアンもの、ゆりものとして見るっていうよりかは、高校生のうちの女子校でならではの男子がいないことによってボーイッシュな女の子を王子様キャラに仕立て上げてキャーキャーしちゃう女子のおままごと遊びの漫画かなってちょっと思っちゃいました。自分も一応、中退なんですけど女子校出身で、ボーイッシュな女の子はやっぱすごくモテていましたし、女子校だからやっぱりカップルも何組かいました。でボーイッシュな女の子って学生時代モテるじゃないですか。でやっぱりなんて言うんだろうな、その出てくる主人公の女の子たちが、私申し訳ないんですけどどの子にも感情移入ができなくて、すごくボーイッシュな女の子、ボーイッシュな格好をして振る舞っていて、でまあタチなのかなっていう女の子いるんですけど、自分はその子に感情移入できるかって言ったら全くできなかったんですね。でそれがなんでかって言ったら、その女の子はもともとストレートの子がまあやけになってビアンのタチのふりをしていただけだったっていうような感じです。で自分からしてみると、別にその子は自分が女性であることに対しても不満も抱いていなければ、なんかちょっと中途半端なやつだなと思って見ててイライラしたんですけどね。唯一感情移入できるなって思うならば、完全に美安の女の子のいるんですけど、ふみちゃんっていう子が、その子には感情移入ができたかな、若干ですけどね。その子は完全に猫ちゃん受け側の子だと思うので、そこは全然感情移入できなかったんですけど、まあ初恋も女の子で、で現在進行形で女が好きになる人はみんな女っていうところは、その子だけにはちょっと感情移入できたんですけどね。これはやっぱりまあ多分同性愛者じゃなくてもストレートな女の子でも、まあ一度は経験したことがあるであろう、ボーイッシュな女の子を見てドキドキしちゃう、キャーキャー言っちゃう、宝塚的なノリの、そんな漫画でした。でもやっぱりこうレズビアン当事者から見てみた感じでは、やっぱりちょっと厳しい目で見てしまうのかなって思うんですけど、でもやっぱ描写はすごい綺麗で、アニメーションも綺麗でした。でやっぱり私腐女子なんで、腐女子ってボーイズラブっていうのは本当に完全にファンタジーなんですよね。もう本当にもうこれは非現実的だって思って、これはもうこういうお話なんだっていう感じで、リアルには見れない。でも小栗田中先生の作品はすごくリアルなんですけど、あれはちゃんとセクシャルマイノリティを題材にしているって言っても過言ではない BL 漫画だと思うんですけど、まあ一般の BL 漫画って言ったらファンタジーとして楽しめるんですけどね。でもやっぱりこう自分がレズビアンであって、レズビアンのものを見たりとかするときにはやっぱり見るところが違ってくるんだなっていう、これは自分の本当に単なる
小言なんですけど、うるせえよっていう、お前どこから目線で言ってんのお前はっていう単なる小言なんですけど、そんな感じでした。ぜひね、この2つの作品興味がある方はご覧になってみてください。今まで読んできたそういう LGBT 関連の漫画の中で一番涙が止まらなくて、なんかこう苦しいなって、次のページめくるのが苦しいなって思ったのは、おっぱいを取った彼氏っていう名前の漫画です。あれは本当にリアルで本当に泣けます。もう性同一性障害の女性の話を描いていて、で自分は FTX なので体こそ変えないものの、すごくやっぱり LGBT を理解した上ですごい書かれている作品だなって思って涙がすごく出ましたね。とにかくリアルです。リアルで泣けてきます。これは多分全レズビアンの方が泣かれる作品だとは思うんですけど、あの作品は一押しです。グダグダと何も参考にならないレビューを私してしまいましたが、まあまあこんな感じで、昨日今日おととい、そうですね、もうここ1週間約1週間ぐらいずっと内膜症の症状がひどくて寝込むことしかできませんでしたので、もうずっと寝ながらできることをやっていたんですが、まあそのおかげで何本も何本もいろんな作品が見れてよかったです。はい、今日のレビューはここまでになります。なんかちょっと自分の感情ばかりが先走るレビューにならない感想、ただの感想になってしまったこと私かなんですけどいつものごとく、まあこんな感じでそういう作品があったよっていう紹介でした。はい、今日の動画が良かったと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして私ツイッターもやっております。ツイッターの方に質問箱っていうのを取り付けてありますので、よかったらなんか質問とかあればよかったらぜひお願いします。なんかね、もうねいくつか質問いただいてるんですけど、もうちょっと溜まってから質問返ししたいなって思ってるんで、よかったらぜひぜひよろしくお願いいたします。今日背景めっちゃ汚いなもうなんかパパパって撮ろうみたいになってパパパって支度したからもうすっぴんだし、ね、これもね、カノンさんの真似ですね。カノンさんがすっぴん隠しに行って言って丸メガネしたんで、自分もメガネしてすっぴん隠ししてます。本当に青木カノンさん可愛いですね。ビアンの自分から見てパーフェクトガールです。彼女本当に可愛いですはい、じゃあそれではこの辺で終わらせていただきたいと思います。それでは今日は最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、わあ、最後までご視聴いただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。